はい、どうも、さっくんです。今回は、こちらの、トミックスの、近鉄3万系ビスタ EX の、加工紹介をしたいと思います。ついに、ビスタ EX の加工が終了いたしました。というわけでですね、今回は、加工紹介の方、進めていきたいと思います。とりあえず、行き先の方ですが、2編成あるうちもう両方とも、賢島にしました。なぜかと言いますとね、昔、ヤマトヤギで繋いだ親子特急のがあったんですけど、そちらの、賢島行きを再現してみました。なのでですね、片方の編成、号車番号 A から D っていうのを再現しております。こちら横から見ますと、この LED の A と、賢島っていうのがわかると思います。こちらのシールなんですけども、グリーンマックスから出ております。近鉄特急対応行き先表示ステッカー1というのを使っております。これがですね、側面用の、行き先シールになっております。で、今回貼ってみたのが、先頭車だけで、中間はですね、行き先の方が窓ガラスに貼ることになるんで、ちょっと控えました。窓ガラスの上から貼るということは段差が、できてしまうということなんで、今回は、ちょっとやめておきました。このね、先頭のこの号車番号と行き先の、金型掘られてるとこだけ、うまいこと切ってこのように貼っております。ちなみに編成なんですけども、V6 と V8 にしました。なぜ6と8かというと、まあ、車足っていう方やったらピンとくると思います。V6、V8 です。で、V6 の方、こちらが、号車番号 A から D ということにしております。で、もう片方の V8 の方は、1から4にしています。まあ、まさしく、親子特急の時の、編成の再現をしました。まあ、ロゴマークがね、新しいんで、これはもう、晩年ですね。親子特急なくなる晩年の姿と言ったらいいんでしょうか。片方の編成は、定期検査上がり、重要部検査を受けた後の姿を再現しております。横から見ますと、抵抗器と、作用装置のところが茶色になっておりまして、で台車と一部の抵抗器だけ、グレーになっております。これのやり方はですね、まず床下のとこだけフラットブラウン塗ります。でその後に、適当なとこグレーで塗ってます。でちなみに台車は塗装してません。そのままです。そしてパンタグラフ、こちらが、定期検査上がりピカピカということで、シルバーで塗装しています。でパンタのスリーダーの方をカーキ色で塗ってます。ちなみにその編成が V6 になってます。でこちらはですね、墨入れも何もせずに、インレタ貼ってからクリアコートを拭いております。で連結器の電電の方、こちらもグレーで塗っております。続いて V8 編成ですけども、こっちはね通常の、まだ検査を受けてない、だいぶ
くたびれた様子を再現しました。なのですっごい墨入れが目立つと思います。正面のね、墨入れだいぶ効果あったと思います。一応ね、あの貫通の、扉のところもね、コテコテに墨入れしてますんで、だいぶ、くっきりとね、わかるようになったと思います。横の、客室扉と乗務員扉の方もガチガチに塗っております。これですね、あの水性のやつで、後でティッシュで、ね、あの拭き取る感じで、墨入れしております。で、床下の方、台車も一緒に、フラットブラウンにしております。で、行き先はもう同じ賢島なんですけども、号車番号1から4にしてます。そして中間車のこのダブルデッカーの下の方、通気口のところ、こちらを墨入れしてますんで、だいぶインパクトが、強いと思います。そして、パンタグラフ、こちらはですね、グレーで塗ってます。ちょっと暗いダークグレーでもいいかな、そんな色で塗っております。で、ピント合ってない方なんですけども、河川注意の、ね、赤いステッカー見えると思うんですけど、こちら、先ほどグリーンマックスのシール一応ついております。はい、いかがだったでしょうか。ビッサイ X ね、1本だけでもね、だいぶおすすめです。グリーンマックスの特急1本でも、まあ、つなげれたらだいぶ、バリエーションは増えてくると思います。で、墨入れとかもね、ちょっとやってみたらだいぶ効果出ると思いますんで、よかったら試してみてください。というわけで、今回はトミックス近鉄3万系ビッサ X の加工紹介でした。